エピダウロス、エピダウロス、エピダブロス、現代イギリシャ語は、ギリシャペロポネソス半島東部に位置する古代イギリシアの港湾都市。現在はペロポネソス地方に属する基礎自治体、ディモスの一つである。エピダウロスは、ギリシア神話の名医、アスクレピオスゆかりの聖地とされる。アスクレピオスを祀った聖域の遺跡には、古代の劇場が美しい形で残っていることで知られ、 エピダウロスの広告遺跡として世界遺産に登録されている。この遺跡を単にエピダウロスと呼ぶこともあるが、遺跡は港町エピダウロスからは8トル離れた郊外にある。都市としてのエピダウロスはサロニコス湾に面した港町で首都アテネの南西約6 5トル、コリントスの東南約4 0ル、ケ県トナフプリオの東約3 0トルに位置する。 現在はパレアエピダブロス、旧エピダウロスのイの名で呼ばれる1700人ほどの人口を有する。自治体としてのエピダウロス市は20世紀末以来2度の自治体統廃合により沿岸部から内陸部にかけて大きな面積を持つ。2011年の統廃合では西に隣接するアスクリピオ氏と合併した。エピダウロス遺跡、アスクピオスの聖域は パレアエピダブロスから約8キロメートル南西に、へたった内陸部にある。2010年までは、アスクリピオ市、アスクレピオス神殿アスクレペンに由来する地名である、に属していた。実際、旧アスクリピオ市の中心であったリグリオの方が、パレアエピダブロスよりもエピダブロス遺跡に近く、遺跡はリグリオの約4キロメートル南東にある。 エピダウロス市域に含まれる1000人以上の集落は以下の通り、人口は2001年国勢調査時点。市域最大の集落はリグリオでエピダウロス市の成長もここに置かれている。パレアエピダブロスからは西へ約1 1トル、ナフプリオに向かう途上に所在する内陸の町であり、エピダウロス遺跡にも近い。ネアエピダブロス、新エピダウロスの岩。 パレアエピダブロスの北方約 5.5km に位置する海沿いの町で第一回国民会議1821年開催の地となり近代ギリシャ史上重要な役割を果たした古代ギリシアの時代エピダウロスは独立の都市国家でありエピダウロスの周辺地域はエピダウリアエピダウリアと呼ばれていたアルゴス アルゴリスに属するのは古代ローマ時代に入ってからで、ある。伝承によれば、アポロの息子で名医のアスクレピオスが生まれた場所であると、される。もともとこの地域では、アポロマレアタス、アポロと英雄マレアタスが集合された神格が崇拝さており、丘の上の神殿も、アポロマレアタスに捧げられたものであった。未経年文明の紀元前十三世紀頃、 ティリンスとエピダウロスを結ぶために建設されたアルカディコ橋、別名カザマ橋。エピダウロス市域に含まれるアルカディコに所在は、現在も使用されている橋としては、世界最古のものの一つとして知られる。アポロマレアタス信仰が衰えた、紀元前6世紀頃、アスクレピオスを崇拝する人々がこの地を聖域とした。エピダウロスのアスクレペオン、アスクレピオスの聖域は、 古天気のギリシャ世界において最も祝福された医療の中心地となり多くの美容者たちが地位を祈って集まった。正しい治療を見つけるために患者たちはエンコイメテリアという大きな寝室で一夜を過ごした。夢の中に神が現れ患者が病気を治すために何をすればよいのかを告げるという聖域の遺跡では160ヘアアルゲストハウスが見つかっている。 遺跡の周辺には治療に用いられたかもしれないいくつかの光線が存在する。アスクレペオンはエピラウロスに繁栄をもたらし、紀元前4世紀、紀元前3世紀には記念的建築物の建設や拡張など野心的な建築計画が実施されている。名高い野外劇場や儀式を行う祭の宴会場、浴場、競技場などである。名声は ヘレニズム時代にも続いた。なお、古代ギリシア世界には、エピダウロスの名を持つ町が他に二つあった。一つは、ダルマチャのエピダウロス、他の一つは、ラコニアのエピダウロス・リメラである。紀元前87年、ローマの将軍スッラによって聖域は略奪された。紀元前67年には、海賊が略奪を行った。紀元後2世紀頃には、 ローーマ帝国の下で繁栄をを取り戻したたた。が、39 5年にには、ゴート人たちによって、襲撃を受けたキリスト教が導入されるとギリシアの神々への信仰は衰退しあるいは禁止されデルポイの信託も行われなくなったしかしエピダウロスは癒しの聖域として5世紀半ばまでキリスト教徒によって崇められていた ギリシア独立戦争中の1821年12月から翌年1月にかけて、ネアエピダウロス、当時の名称はピアガにおいて第1回国民会議が開催された。当時、ペロポーネソス、中央ギリシャで組織されていた3つの独立ハリンジ政府の指導者たちが集まったこの会議では、オスマン帝国からのギリシアの独立が宣言されると、共に暫定憲法が採択された。 ギリシャ第一共和制参照。エピダブロス氏はペロポネソス地方アルゴリダ県に属する基礎自治体リモスである。2010年に行われた地方制度改革カリクラティス改革に伴い2011年1月1日付で旧エピダブロス氏と旧アスクリピオ氏が合併し新たな自治体としてエピダブロス氏が発足した。 旧自治体は新自治体を構成する行政区ディモティケのノティタとして位置づけられた。下表の番号は下に掲げた旧自治体地図の番号に相当する。下表の旧自治体名欄はディモス氏の名を示す。カリクラティス改革以前の旧エピダブロス市にあたるエピダブロス地区は以下のキノティタ、都市域、村落及び都市、集落から構成される。 表中の和の略であり、カポニストリアス改革による、東廃合、1999年1月施行、以前の旧自治体に由来する区画である。内は、人口、2001年国勢調査を示す。パレアエピダウロスを中心に、主要な道路が北に、ネアエピダブロスを経て、コリントスへ、西にリグリオを経て、ナフプリオへ結ばれている。エピダウロス遺跡は、 ギリシア神話のメインアスクレピオスを祀る聖域の遺跡で港町エピダウロスからは8キロメートル離れた内陸にある。現在ギリシャで最も保存状態の良い劇場跡が残っており、1988年にエピダウロスの考古遺跡として世界遺産に登録された。エピダウロス遺跡の最も有名な建造物は古代劇場である。 一万五千人の観客を収容することができる巨大さと左右対称の美しさは2世紀ギリシャの地理学者パウサニアスを簡単させていい。この劇場は紀元前4世紀に小ポリュクレートス、ポリュクレートスの子により設計された。座席は当初は34段であったが、ローマ時代に21段が追加されている。ギリシャの劇場建築の通例として、 ローマの劇場と対照的に、スケーネの背後に広がる自然の景観は、劇場の不可分の一部となっている。この劇場は、優れた音響効果を持っている。舞台正面、スケーネ、あるいはプロセニアムでの朗読の声を全観客に伝えるためには、音響機器による増幅は必要とせず、また明瞭に聞き取れるようになっている。現在も夏場に、劇、 オペラなど公演が開かれている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。